こんばんばは、ふくりで,ふえるです今回も一緒に学びを深めていきましょう最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいですよろしくお願いいたします今回のテーマは三井不動産わかりやすくまず三井不動産とはどのような会社なのでしょうか三井不動産は町を作る会社つまり町の開発会社です ちなみに、町とは、働く場所である会社があって楽しむ場所であるショッピングセンターがあって暮らす場所である住宅があってそして行こう場所であるホテルがあるなどが揃っているのが街なんです。そして町の始まりとなる起点は公園。なぜなら公園からまず子どもたち同士がつながりそして親同士がつながり やがて人同士がつながって共同体としての地域社会が作られていくからもしある場所がビルショッピングセンター住宅ホテルなど単なるものの集まりだとしたら時間とともに現在の価値はどんどん劣化していってしまいますしかしもしある場所を通じて人がつながり始め共同体としての社会ができ始めるとそこから新しい価値が生まれていきます 時間とともに場所の価値が上がり続けていってこそ街だと言えるわけです。だから、三井不動産の街づくりは人がつながる公園が起点。例えば、六本木には日の木町公園を起点に東京ミッドタウンが作られました。同じように、日比谷には日比谷公園を起点に東京ミッドタウン日比谷が作られました。 さらに渋谷には宮下公園を起点にレイヤード宮下パークが作られていますそして三井不動産今後の超巨大プロジェクトが100年以上の歴史ある明治神宮の周辺が次の100年を見据えて歴史スポーツそして人がさらに集まる街として大規模に再開発されます歴史おは便利 ではなく、歴史便利を追求する都市に豊かさと潤いを、三井不動産。ということで、今回は三井不動産をわかりやすくでした。以上です。今回の動画のご視聴に感謝しています。いつも本当にありがとうございます。